クラブツーリズム、それでは大変長らくお待たせいたしました、お時間になりましたので、これよりサウジアラビア説明会を開始させていただきます。皆様こんにちは、本日はお忙しい中、弊社クラブツーリズムご旅行説明会にご来場いただき誠にありがとうございます。私サウジアラビアを含む中近東方面を担当しております山西と申します。どうぞよろしくお願いいたします。普段はですね、このような説明会ももちろんなんですが、添乗員としてツアーにも同行させていただきながら、ツアーの企画をさせていただいております。では本日1時間というかなり限られたお時間ですので、どんどん進んでいきたいと思います。早速ですが、本日の流れはこのような予定です。1、2、3、4ということで4部構成になります。前半でサウジアラビアのことをご紹介し、最後にコースのご紹介をさせていただきます。お時間に限りがありますので、そのすべてをご紹介することは難しいと思いますが、ご了承ください。説明会終了後には会場を移しまして、スタッフが個別にご質問等を受けたまわるブースも用意しておりますので、よろしければそちらをご利用ください。では初めにですね、サウジアラビアとはということでご紹介させていただきます。本日ですね、皆様にお配りしております資料の確認の方からまずさせていただきたいと思います。まずですね、このようなカラーのですね、パンフレットといいますかチラシですね、表の方には、32周年クラブツーリズムグランデの旅へということでご紹介しておりまして、裏面にですね、サウジアラビアを含むツアー9日間と8日間のものを、掲載しております。もし手元にパンフレットがないという方いらっしゃいましたら、後ろのスタッフにお声かけください。それからですね、その他にこのような白黒印刷ですが、中近東のトラベルインフォメーションということで一般情報を記載したものも入れさせていただいております。それから最後にということで、サウジアラビア最高状況のご案内、このような書類も入れております。実際にですね、今日こちらの会場でツアーをご予約いただくことも可能です。もしご予約をいただく場合には、こちらにですね、ツアーが出発しているかですとか、それから空きがどれくらいあるか、予約人数などが一部抜粋して記載してありますので、よろしければご参照いただければと思います。そして最後にですね、お配りした資料、途中で配らせていただきました、ツアーのですね、ご予約お申し込み書というものになります。こちらがですね、上の方が、青字になるんですけれども、本日すでにサウジアラビアツアーにお申し込みの上ご来場いただいているお客様多数いらっしゃいます。ありがとうございます。旅行券が当たる抽選会をご用意しておりますので、すでにご予約ツアーを予約の上ご来場のお客様は青い部分を記入していただいて、帰りに抽選会にご参加ください。そして今日この会場でご予約をご希望のお客様は黄色いですね、2番3番こちらを記入していただくことでツアーの予約をしていただくことができますので、よろしければご利用ください。今少しご紹介をさせていただきました抽選会ですけれども、このような形でですね、主に旅行券、ツーリスト旅行券1万円、5千円、3千円と賞をご用意しておりまして、その他旅行グッズなどが当たるもの外れなしとなっておりますので、ツアーご予約済みの方、ご新規でご予約の方、今日こちら、楽しみいただけます。はい、では早速サウジアラビアご紹介させていただくにあたりまして、皆様の中でもうすでにサウジアラビアに行かれたことがあるというお客様いらっしゃいますでしょうか。はい、何名様かいらっしゃいますね。ありがとうございます。全体的にはですね、まだ数名様という程度で少ないのではないかなと思います。サウジアラビアは従来イスラム教徒の巡礼目的以外では、入国することが一般的に認められていなかったんですけれども、2019年に観光ビザを解禁することとなり、訪問が可能になりました。弊社もですね、2019年解禁後すぐ、ツアーは出発しているんですけれども、その後長い長いコロナ禍に入ってしまいましたので、実際にですね、お客様が主に渡航できるようになったのは2022年の終わりから昨年23年あたりにかけてということで、まだまだ新しい国になります。私どももですね、随時サウジアラビアには下見に行っておりまして、左過去ですね、弊社の社員も何回も現地に訪れて、皆様のプラン、どのようなものがいいのかということでやらせていただいております。
そしてですね、クラブツーリズムは、ツアーグランプリ2023、こちらを受賞しております。ツアーグランプリとは、すべての旅行会社のツアーの中で、優れた、プランを表彰するものとなっておりまして、昨年はですね、観光庁長官賞をいただいております。私どもですね、このサウジアラビア、査証が解禁する前から、ツアーをご案内しておりまして、まあ、2000年代ですね、からはもうお客様、現地にご案内しておりまして、そして久々に観光査証解禁ということで、こだわりのツアーをご用意をさせていただいております。それに伴いまして、査証ですね、サウジアラビアはインターネットで取得する e ビザが必要なんですけれども、こちらがだいたい通常2万1500円と、弊社で代行の場合手数料5,500円がかかりますが、7月までは無料で取得をさせていただきますということで、これは弊社が負担しているものでありまして、国として全員個人旅行でも無料というわけではありませんので、ご注意いただければと思います。それではここからですね、サウジアラビアの観光地のご紹介の方に移らせていただきたいと思います。皆様にですね、今日はゲストをご紹介したいと思いますので、前の方にお越しいただけますでしょうか。はい、本日ですね、ご案内いただきますのが、サウジアラビア政府観光局の岡田さんです。岡田さん、一言お願いします。サウジアラビア政府観光局から参りました、岡田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、岡田さん、よろしくお願いします。で、こちらの方にお願いします。ここからですね、観光地の魅力ということで、私から一旦岡田さんにバトンタッチしまして、現地にですね、詳しい岡田さんの方からより深掘りしてご案内したい、いただきたいと思います。はい、それでは、ここから私の方からご紹介をさせていただきたいと思います。今日本当にたくさんの皆様に説明会お越しいただきましてありがとうございます。実はですね、サウジアラビア、先ほどもご紹介ありましたように、閉ざされた国ということで、なかなか皆様に知られていない国だったんですけれども、本日たくさんの方にお越しいただいたということは、おそらく年始にテレビで旅サラダという番組で3時取り上げていただいたので、ちょっと見てきてくださった方が多いのかなと思います。番組ご覧になった方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。たくさんいらっしゃいますね。旅サラダという番組でですね、年明けてから5週間、サージについてご紹介をいただいておりました。番組知らなかったわ、見てないわっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。もうおそらくなので、サージご覧いただいて、いろいろご存知でいらっしゃる方と、今から初めて聞いていただいている方といらっしゃるかと思います。テレビご覧いただいた方も、これからお話ししてご覧いただいたところもあるかもしれませんが、見た見たとこういろいろね、思い出しながらお話聞いていただけたら嬉しいなと思います。でですね、皆様、いらっしゃっていただいた皆さん、テレビご覧になった方も、ああやってこう取り上げていただいたのって、今回が実は初めてだったんです。ですね。ですので、ご覧いただいて、こちらお越しいただいた方も、ご覧いただいてなくてお越しいただいた方も、本当にこう皆さん旅好きで、旅感度の高い皆さんなんだなと思っております。というのもですね、やっぱり先ほどお話ありましたように、サージ2019年から観光ができるようになった国ということで、本当に新しい観光地なんですね。ですので、19年以前はどういった形だったかというと、巡礼者の方、もしくはビジネスのご渡航の方ということで、本られた方だけがご旅行できる国がサウジアラビアでした。で、今、2019年から観光のいただいて、サウジにご旅行いただけるという形になっております。で、巡礼と申しましたが、やっぱりこうサウジで一番大きな特徴になるのは、イスラム教の国であるということですね。イスラムの巡礼の方が巡礼を目的として行かれることがメインでございました。なので、サウジはこうイスラム教が、二大聖地もありますし、もともとイスラム教が生まれて、育まれて守られた国ということで、すごくこう由緒正しい国でございます。ですので、やっぱりサウジにこう渡航されるにあたって、
ご心配だわっていうふうにお話しいただく一つは、女性の服装が一番大きなことですね。このお写真にあるようなアバヤという服、特にサージの場合はこう真っ黒で、頭の先から本当に足までこう覆い隠すようなものが以前は必須だったんですけれども、今そういった義務も全くなくなりまして、基本的にはあんまりこう露出が激しいお洋服ですとか、すごくこうピタッとしたお洋服でなければどんなお洋服でも訪れていただけるようになりました。ですので今皆さんがお召しのお洋服、基本的にはもうそのままサイズ行っていただいても全然問題ないです。あとはですね、治安に関しても、やっぱりこう、なかなかこう知らない国で不安に思われることも多いかと思うんですけど、サウジ、すごく治安が良いです。ですので、私も、結構夜一人で街歩いてたりとかっていうこともあるぐらい、実はとっても安全な国でございます。まあ、こういった形でですね、観光が解禁になったり、女性の服装が解禁になったり、サウジすごく大きな変化の真っ只中にあるんですけれども、実はそれだけではなくてというか、それもまあ大きな変化の、ごく一部なんですね。で、サウジアラビア、今ですね、ビジョン2030という2030年に向けて国を大きく変えていこうという流れの中にあります。で、まあ、2030っていう、年は一つ、こう、エネルギー転換の年になるので、石油を、こう、多く、石油で、こう、経済を立ててきたサウジが、いろんな、こう、経済の柱を立てていこうということで、観光も一つ大きな柱になっています。なので、例えばですね、大きなプロジェクト、いろいろありまして、一つには、もうお写真にあるような、紅海、西側、サウジの西側、紅海と海がありますので、こう写真のようなリゾート地を50軒ぐらい作ろうっていうような、すごく写真もご覧になったことある方いらっしゃるかと思うんですが、ザラインというスマートシティの構想ですね。こちら、幅が200メートルで鏡のにこう覆われた街がまっすぐ170キロも続いてるっていうような、すごく SF みたいな話ですけれども、こういった構想もあったりいたします。で、まあ、こういったいろんな変化があるんですけれども、サウジアラビア人口がすごく若くてですね、人口の70%が35歳以下っていうような、すごく若い人口に支えられている国なので、まあ、こういった変化がどんどん起こっているという国です。ですので、ぜひですね、サウジ、まあ、良くも悪くも変わっていく国ではありますので、まあ、変化のこう今のうねりとですね、まだその前の素朴なサウジも見ていただきたいなというのが、私の正直な、感想というか思いでございます。そんなサウジアラビア、まあ、どんな観光が今できるのかということで、ご紹介させていただきたいと思いますが、おそらく、まだ何もサイズの情報これからだわという方は、だったりですが、最初のイメージってやっぱり砂漠ですとか石油だったりとか、まあ、何が見られるのかなかなかわからない未知の国というところが大きいかと思います。ですがですね、サウジアラビアもとっても広い国なんですね。場所としては、中東にある国ですけれども、そのアラビア半島の8割を占めているのがサウジアラビア。面積としては日本の6倍近くもございます。で、その日本の6倍もある面積の中、まあ、日本もね、すごく山もあって、海もあって、すごく素晴らしい国ですけれども、サウジアラビアそんな広い面積の中に、ご存知の通り、こう砂漠もあれば、西にも東にも海がございます。海もあったりですとか、山もあったりですとか、まあ、すごくこう様々な景色と文化をお楽しみいただける国です。ですので、見どころとしても、本当にたくさんありまして、すごくこう風光明媚な国でございます。まあ、ただ、こんな広い国行く、ね、全部回るわけにもいきませんので、この中でですね、特にやっぱり最初のサージで外せないというのが、今こちらに表示しております3つの都市、リヤドとジェッタとアルーラでございます。で、こちらが先日番組でも3都市紹介されていたところで、クラブツーリズム様でもこうツアーのお取り扱いがあるので、この街を一つずつ、リヤドですね。こちら、
国の中でもこう中心に位置している首都でございます。このリヤドは砂漠の中にこうドンとある街なんですね。ですのでサウジどんどんこう変化していると申し上げましたが、砂漠の中でこういろんな開発が行われている、どんどん拡張していっているような街でございます。で、この写真の中で後ろの方にちょっと栓抜きみたいな形のビルが見えるかと思うんですが、こちらがキングダムタワーというビルで、この上のところが、まっすぐのところが展望台になってますので、そこからどんどんこう変わっていくサウジっていうのをご覧いただくことができます。リヤドのいいところはですね、こんな新しい街と古い街をどちらもご覧いただけるということですね。こちらサウジアラビア発祥の地でありますディルイヤという世界遺産にも、登録されているところでございますが、こちらまあ、こうサウジの旧古い街ですね。で、リヤド新市街っていうような形で、砂漠で拡張していると申しましたが、こうどちらの街も綺麗に残って、どちらもご覧いただけます。で、この中で、リヤドでは、サウジのこう雰囲気を感じながらのお食事ができるレストランもあったりいたしまして、まあ、こういったサウジスタイルの、お店で、まあ、お食事ってこうすごく一つ大事な要素だと思いますけれども、サウジアラビアではカプサという名物料理がございます。こちらがですね、お写真の真ん中にある、お米料理で、お米だったり、お野菜だったりを炊き込んで、もうちょっとピラフみたいな感じの、ものに、こう、お肉が乗ったお料理ですけれども、スパイスたっぷりで香り高いんですけれども、全然辛いものなのがなくて、日本人の方にもとっても召し上がっていただきやすいお料理がございます。ここまでリヤドのご紹介いたしましたが、次、二つ目の都市のジェッタに移りたいと思います。ジェッタはですね、リヤドが東京であればジェッタが大阪というような、第一、第二の都市ですけれども、砂漠の中にあったリヤドと違って、ジェッタは、写真とか地図でもご覧いただけますように、こう海沿いにある街ですので、全然違った街並みがございます。こういった形で、こう、海沿いの遊歩道があったりして、まあ、ちょっとこう、リゾートみたいな気分も味わえる街です。ジェッタのランドマークの一つ、こちらのファハド王の噴水、噴水があるんですけれども、こちらは飛行機の旅客機を使ってエンジンを、噴水を吹き上げるっていうような、300メートル近くこう吹き上がるようなですね、一つ大きなランドマークがあったりですとか、ジェッタで外せないのは、こちらの旧市街ですね。こちら、ジェッタの旧市街。こちらは特徴としては、サンゴ礁でからできた、白い壁に、木製の飾り窓っていうのがすごく特徴的な建築でございます。こちらの旧市街、ジェッタはですね、海沿いにあると申し上げましたが、もともと交易の拠点だったりですとか、あとはイスラム教の二大聖地にも近いので、そういった巡礼の窓口として、人々がこう行き交ってきた国際都市というような経緯がございます。ですので、ここ本当にこう、これまで人が行き交って、こういろんな商売がされてっていうような、旧市街の中の市場っていうのも今そのままの姿で残っております。ですので、こういったところを旧市街では散策いただきながらですね、本当にこう7世紀からこんな姿で残ってますので、まあ古いアラビアにこう迷い込んだような、体験をしていただくことができます。そして、砂漠の首都リヤド、海沿いの町ジェッタとご紹介しましたが、最後にもう最もこう強烈なインパクトが残るであろう町がアルーラでございます。こちらは北の方にある砂漠の中の、町ですが、まあ、とにかく景色が、まあ、もうお伝えするまでもないようなこう壮大な景色がございます。砂の大地に砂岩がこうポコポコ出ているような町なんですけれども、ここではですね、こちらエレファントロック、象のような形をしていることからエレファントロックとも呼ばれますが、まあ、こういった本当に、まあ、象の形、自然が作った、ご侵食をされて作られた、自然の造形美というようなところがございます。またですね、人の、
文明というところで申しますと、こちらのマダイサーレヘグラ遺跡というところが、サウジでも今最もこう代表的な観光地になってまいりました。こちらアルーラにございます世界遺産ですが、ナバティア人という人たちが作った墳墓と言われております。こちらがヨルダンにあるペトラ遺跡もナバテヤ人の遺跡ですので、ナバテヤ人の北の都がペトラ、南の都がこちらマダイサーレと言われておりました。まあ、そういった他の国とのつながりも感じられるような遺跡。こちらが紀元前1000年前から紀元1000年というような、もう本当にこう古く遡る、遺跡ですけれども、こういった自然と、古代のロマンというのが融合した遺跡となっております。でアルーラ、すごく面白いのはですね、自然、景観以外にもこういったこう近代的な建物もあるんですね。こちらマラヤコンサートホールというコンサートホールですが、全面鏡張りで、パッとこう近づいてもそこに建物があることに気づかないような、すごく面白い建物でございます。こういったアルーラという街、すごくこう洗練されたアートなんかも結構要所要所にあったりしますので、自然、遺跡、またこういう洗練された近代的な文化っていうところをこう一挙に楽しんでいただける街でございます。リヤド、ジェッタ、アルーラとご紹介しましたが、最後に少しご紹介したい街がメディナですね。でこちらは先日のテレビでも映っておりませんでした。でこのメディナという街、ジェッタとアルーラの間にあるんですけれども、イスラム教の二大聖地のうちの一つですね。一つがメッカ、カーバ神殿とこう神殿の周りこう人がぐるぐる回ってるのがメディナで、失礼しました、メッカで、そちらは私たちイスラム教徒でなければ入ることができません。ですが、こちらのメディナはですね、お写真にございます、預言者のモスクという、預言者ムハンマドの霊廟の、モスクがある、イスラム教の2つ目のこう聖地ですけれども、こちらは私たちイスラム教徒でない人たちでも、2022年、つい最近ですね、からこの町に入ることができるようになったんですね。で、この、モスクの中には私たちイスラム教徒でなければ入ることはできないんですけれども、モスクの本当にこう目の前まで建てるようになりました。ですので、以前は町にも入ることができなかったところに、本当にもう中心部まで入っていけるということで、私も実際メディナ、行ってきましたけれども、世界中からこうイスラム教徒の人たちがこう祈りを捧げに来るという、本当にこう神秘的な独特の雰囲気の街ですね。で、まだやっぱり観光客も全然いませんので、そういったところ、ぜひいろんなこう人が来てしまう前にですね、今の空気感、ぜひ皆様にも味わっていただきたいなというふうに思います。ここまで、いろいろと街のご紹介をしてきましたけれども、最後にですね、私から街以外におすすめしたいポイントですね。サウジアラビアってすごく人の魅力というのを皆さんに体感していただきたいなというふうに思っております。で、こちらのお写真、先日テレビでもちょっとこう、日本人すごく日本のことサウジの人大好きみたいなお話もあったりしたんですけれども、このお写真のところが日本エリアなんですけれども、首都のリヤドにこのエリアがドカンと実はあったりするんですね。それくらいサウジの人って日本のアニメだったりとか、日本人のことがすごく大好きでですね、実際サウジアラビアに行くと、日本人ですかって話しかけられたりとか、写真撮ってくださいって言われたりして、すごく面白い体験をしますが、私たち日本人ってサウジ少し遠い国というか知らない国っていうような印象がありますけれども、サウジの人たちはすごく日本のことを好意的に思ってくれてるというのが、サウジアラビアに一歩足を踏み入れるとすぐに感じられるので、すごく面白くて貴重な経験かなと思います。そしてですね、サウジアラビア、おもてなしの文化というのも実はございまして、お写真では、こちらの右手がサウジコーヒーと言われる、現地のコーヒーですね。で、左が、
デーツと呼ばれるあの夏目足の実なんですが、サージュではこういったものをおもてなしの象徴としてお客様にお出しするという文化があります。皆様、サージュに行かれると絶対にこちら受け取られると思うんですけれども、こういったお客様をおもてなしするっていう文化、日本とも少し共通しているところがございますよね。そういったおもてなしも私、実際サージュに行くまでは、本当におもてなしって言ったって日本こんなおもてなしの方がすごいよと正直思っていたんですけれども、実際現地に行くと、そういったものも、肌で感じることができます。ですので、日本に親しみを持ってくれているところですとか、日本と共通するようなところっていうところですね。人とこう触れ合うっていうことは、旅の一つ大きな醍醐味であると私感じておりますので、実際皆様も、現地に訪れていただいて、素晴らしい観光地をご覧いただくのはもちろん、そういった触れ合いというところも楽しんでいただければと思います。はい、一旦私からのご案内、以上とさせていただきます。岡田さん、ありがとうございます。では、この後なんですけれども、一般情報ということで、クラブツーリズムからですね、現地の、情報をご案内しますが、服装などもその間にご紹介いただけますでしょうか。そうですね、最初にアバヤのお話しましたよね。女性の服装ですけれども、今日実は持ってまいりまして、アバヤって服装、真っ黒のものが多かったんです。以前は真っ黒でないといけなかったんですけれども、今、いろんなものがございまして、例えばこちら、ちょっと色がついているようなものもあったりいたします。私実はアバヤ大好きでですね、現地に行くと結局アバヤ着てるんですけれども、例えばちょっと着てみますね。そうですね。女性のお客様は結構皆さん楽しみにされていて、弊社のツアーでは、アバヤ付きというふうにはあえてしていないんですね。それは女性スタッフと協議する中で、自分で選ぶ楽しみ、ツアーで自動的に黒いものを配られるよりかは、好きな色のデザインのものを買いたいという女性スタッフの声があったので、私どもは付けてないんですけど、だいたい3000円ぐらいから買えますそうでか？すね。本当にいろんなレンジのものありますけど、安ければ3000円ぐらいで。はい。そうですね。今、円安の状況なんですけれども、3000円、なんかドルで言うと20ドルくらいなので、そんなに高くないのかなと思います。私、今日結構癖の強い千鳥格子の、ジャケットを着ておりましたけれども、この上にアバヤパッと羽織るとですね、一気にサージスタイルになります。見えますか？こんな感じですね。でですね、アバヤは本当に中に何を着ていても、もうさっと羽織ってしまうと、もうそれでスタイルが出来上がってしまいます。またサイズって日本よりちょっと日差しが強かったりもしますので、こういった薄手のもので日が避けられるものっていうのもすごく快適なので、こういったもう本当私、こんなものも持ってれば、ピンクのものもあれば、黒にこうちょっとキラキラっとしたものがあったりですとか、いろんなものありますので、そういったところもですね、皆さんぜひお楽しみいただければなと思います。ありがとうございます。ツアーでは多くの場合、メディナが含まれますが、メディナの場合は、このアバヤプラス必要なものがあれば教えてくだはさい。い。そうですね。メディナ以外は、どのお洋服でも構わないんですが、メディナでは、アバヤプラスヒジャブ、頭に巻くスカーフですね。そちらも、お召しになっていただきたいと思います。そうですね。では、メディナの弊社のツアーでも、メディナを訪れる場合には、もう皆さん必ずアバヤ買いたいってなりますので、買いに行く時間を用意しております。で、女性のお客様は、アバヤをお求めいただいて、メディナに行く前には、このスカーフですね、頭を覆うもの、こちらも合わせてお求めいただいて、だいたい安いものだと本当に4、5000円ぐらい、2点セットでお求めいただけるようになっておりますので、そちらはお願いします。で、あと、お足元、サンダルどうですかってよく聞かれるんですけど、いかがでしょうか。そうですね。サンダルは、マナー的に特に NG っていうわけではないんですけれども、やっぱりちょっとこう、日差しがあったりですとか、あと、アルーラなんかだと砂が入っちゃったりとかするので、私は、スニーカーだったりとか、あんまりこう、ちょっと覆われてるものをおすすめします。ありがとうございます。そのため、原則メディナ以外の観光地では日本のお洋服で大丈夫です。ただ、ノースリーブとかは控えていただいて、半袖はどうなんですか？そうですね。半袖だと全然問題ないです。特に女性だと、こう、
スリーブがちょっと、レースっぽくなってて、こう、ふんわり透け感のあるものだったりあると思うんですけど、そういうのも実際着ていただいても問題がないので、極端にこう、肩が出てたりですとか、膝が出てたりっていうところは避けていただきたいですが、日本でこう、ビジネスカジュアルで許容されるような範囲といえば、伝わりますかね。ちょっと控えめなものであれば大丈夫です。ありがとうございます。こちらよくご質問いただきますので、ご紹介いただきました。あとは男性の洋服に関しては、特に制限がないという理解でよろしいでしょうか。そうですね。男性も特に、ちょっとすごく短いショートパンツとかは控えていただきたいのと、あとはこう極端なこう宗教的なモチーフだったりですとかがなければ大丈夫です。また男性の場合だと、男性もね、現地の民族衣装で、白いワンピースのものと、あとは赤と白の、この千鳥格子のね、スカーフあったりします。で、男性は全くそういう義務は全くゼロですけれども、購入いただいてお楽しみいただくということももちろん OK でございます。そうですね。そちらも男性のも大体4、5千円ぐらいで安いものでしたらお求めいただけるんですけれども、ツアーでですね、結構女性のお客様も早い段階でアバヤを買ってみたいな形になるので、私どもの経験上、ほぼ全ての99%ぐらいの女性の方が皆さんアバヤを買ってツアー中過ごされています。で、結構現地の素材なので、涼しくて楽ということで、暑い時もいいし、寒い時もそんなに風を通さなくて便利というふうに皆さんおっしゃっていて過ごされてます。で、男性の方ももちろんお求めいただけますので、私も買ったことはあるんですけれども、そのような形で、思い出という形でサウジらしい体験ですかね、楽しみいただければと思います。では、ここからちょっと一般情報を、進めていきますので、引き続き岡田さんにも時々質問させていただきます。まず時差ですけれども、日本から6時間遅れになります。ヨーロッパの国とかですと8時間、9時間遅れになりますので、そこに比べるとまだそこまで、時差がないのかなと思います。大体ですね、過去に遡るというのが、サウジアラビアの時差です。それから通貨に関しては、サウジアラビアリアルになります。原則、それ以外の通貨はご利用いただけないとお考えいただければと思います。現地通貨に両替する必要があります。で、こちらはですね、成田空港でも今両替できるようになっておりますので、成田で両替するか、現地に着いてから両替するかという形になります。で、添乗員がそのツアーのですね、人数とかスケジュールに応じて、どちらがいいか出発前のお電話でご案内しますので、今回は成田で両替してくださいですとか、現地で両替にご案内しますよという形で言いますので、まあ、いずれにしてもですね、一旦日本円でお小遣いを用意しておいていただければ大丈夫です。その他ですね、利用する、目安としては、大体ツアーの場合にはお食事が含まれておりますので、そちらに加えて自由に飲むお飲み物代、それから、お土産ぐらいになりますので、1日2000円、3000円ぐらいあれば足りるのかなと思います。後ほどご紹介しますが、ちょっとあいにくサウジアラビアアルコールの提供がありませんので、まあ、そういう意味では、そこまで飲み物代もかからないのかなというところがあります。で、クレジットカードは結構ご利用いただけますので、まあ、主にビザ、マスター中心にはなりますけれども、カードも合わせてご検討ください。そして飲み物ですね。飲料水はミネラルウォーターが一般的になっております。現地ではですね、まあ、いろんなところで簡単にお水買うことができますので、そんなに心配する必要もなく、まあ、日本からわざわざ持ってくる方もほとんどいらっしゃらないかなという印象です。まあ、お客様によってスーツケースの中に1本、2本、お茶とか、そういったものを入れていらっしゃる方はいますけれども、わざわざ買えない心配、そういうことはする必要ございませんので、ご安心ください。そしてその他ですね、注意点ということで、まずお酒の持ち込みが不可になります。こちらはですね、テレビですとか SNS の情報でそのうち解禁されるのではなんていうふうに言われてはおりますが、現時点ではその、情報は正しい情報としてはございません。ので、今のところお酒が飲めるようになる予定はございませんので、ご注意ください。
在サウジアラビア日本大使館の方からも注意を受けてるんですけれども、サウジアラビアの場合、お酒を持って行って見つかったら捨てればいいや、そちらは通用しないそうです。もう見つかってしまったらその場で拘束されてしまって、ツアーが続行できなくなりますので、まあ、そのようなですね、ことは決してなさりませんように、もうお酒はなしということでお願いします。で、あとはですね、サウジに離発着する飛行機もお酒の提供がありません。例えば、弊社で提案しているプランで、カタール航空の場合、東京からカタールのドーハまではお酒が出ます。ビールとか機内で無料で飲めるんですけれども、ドーハからサウジアラビアに行く、サウジアラビアに向けて飛んでるフライトは、すべてどの航空会社でもお酒の提供がないという、まあ、宗教に合わせてですね、形になっておりますので、そちらも合わせてお伝えしておきます。それから豚肉製品の持ち込みも禁止です。こちらはイスラム教ゆえとなりますけれども、今までエジプト、トルコ、ドバイとか行かれたことあるっていう方いらっしゃると思うんですけれども、それらの国とは概念が全く異なりますので、十分ご注意ください。で、カップラーメンのものとか、こちらも大使館から、旅行会社さん注意してくださいね。私たち、万が一、それで捕まっても本当に助けてあげられないんですっていうふうに言われてるぐらいですので、カップラーメンとかは持ち込まないようにお願いします。実際ネット情報とかでバレなかったみたいなものはきっとたくさんあるんですけれども、まあ、万が一ということがありますのでよろしくお願いします。ただし、おうどんですとかお蕎麦、こういうものは豚のエキスを原則使っていないと思いますので、まあ、カップのうどんとか蕎麦とかお味噌汁とか、そういうものでちょっと工夫していただいて、豚肉ですね。ダメということで、ご注意お願いします。また、ラクダに乗れますかというご質問いただきますが、こちら今度は逆で、日本の厚生労働省の方から、中東でですね、ラクダとの接触は、まあ、病原菌とかの兼ね合いもありまして、お控えください。もし触ったり接触あったら、成田に帰ってきたら、検疫で申告してくださいね、ということになっておりますので、ツアーではご遠慮くださいということで、ご案内しております。そして最後に、イラン、イスラエルに渡航したことがあります。パスポートにスタンプがあります。大丈夫ですかという質問ありますが、こちらは OK です。以前ですね、サウジアラビアはこれらの国とですね、関係性が良好ではなく、イランやイスラエルの渡航歴があると入国できないというふうになっていたんですけれども、このビジョン2023掲げて、もう世界中から観光客を誘致しましょうとなっている現在では、どのような国の入国スタンプがあっても支障はありませんと、在日本サウジアラビア大使館確認を済ませておりますので、そちらどうぞご安心ください。どのような旅行歴があってもですね、問題はないという形になります。さあ、そして気温ですね。こちらをご紹介したいと思います。現在ですね、こちら8月からということで示してるんですけれども、サウジはですね、もう気温がとても難しいです。特にですね、もう冬とかは、冬服から夏服全部いるという形で、例えばですけれども、一番左の8月ですが、最高気温46度ということで暑いです。ただ、最低気温は25度ということで、日本の春ぐらいですかね、まで下がってくるというところもありますし、逆にですね、12月となると、リヤドはお昼が30度、朝晩3度ということで、さすがに一桁まで下がるともう日本の冬のコートが必要になると思うので、冬の時期に私11月とかも行ったことあるんですけれども、行くと、全然半袖では過ごせないです。冬の装いが必要になってくるので、まあ、とにかくですね、洋服の準備が難しいです。で、特に時期に、まあ、いい時期って言われるのは、やっぱり10、11月から2月ぐらいまでかなとは思うんですけれども、夏の時期でも行けないわけではありませんでして、皆さんご経験あると思いますけれども、暑い国って室内は冷房がガンガン効いていて、観光のツアーといってもずっと外を歩いているわけではありませんので、まあ、逆にですね、この夏の時期に行くと中東らしさみたいな雰囲気が、私も8月のエジプトの天井とか行ってますけれども、まあ、それもそれでですね、その国らしさという雰囲気が味わえるのかなというふうに感じております。あとは岡田さんの方で少しお土産のおすすめとかがあれば、ちょっと写真はないんですけれども、ご紹介いただけますでしょうか。はい、そうですね。お土産に関しては、まあ、女性の場合だとやっぱりこういったアバヤをお友達だったりとかご家族にもサイズがすごく丈しかもともと体型を隠すようなお洋服ですので
丈が分かれば大丈夫なので、そういったものを少しお土産にされるというのも一つですし、あとは先ほどちょっとお写真でお見せしたデーツとサウジコーヒーですね。まあ、サウジでも象徴的なものですけれども、スーパーマーケットなんかでも包装のものがあったりしますので、そういったものを購入してバラマキのお土産にしていただくということも可能です。また、サウジは実は蜂蜜のが名産であったりしますので、サウジの蜂蜜ですとか、あとは、やっぱり、特にジェッタなんかは、国際都市ということでデザイナーがたくさんいたりとかして、ちょっとこう、空港にもジュエリーみたいなものがあったりします。なので、そういったこうアクセサリーみたいなものも楽しいですね。あとは、まあ、スパイスなんかをちょっと買って帰っていただいて、お料理に使っていただいたりと、まあ、そういったところをおすすめします。ありがとうございます。デーツなんですけれども、結構ドバイとかでも有名で買われる方いらっしゃるじゃないですか。でもそのドバイのデーツのほとんどがサウジ産っていうことで合ってますよね。そうですね。ドバイでもすごく有名なデーツブランドあったりするんですが、実はサウジ産のデーツが使われていて、王室御用達っていうようなものがあったりですとか、サウジはすごく面積も広いですので、いろんな産地があって、いろんな種類のデーツがありますので、色だったりとか質感も違ったりするので、まあ、そういったものを食べ比べしていただくのもすごく楽しいです。そうですね。まあ、行かれたら、添乗員から紹介があると思うんですけれども、聖地メディナには黒いデーツがありまして、もう聖なるデーツみたいによくお土産屋さんで呼ばれてるんですけれども、通常デーツって茶色いものが多いんですけれども、真っ黒のですね、レーズンのような大きなデーツがありまして、メディナに行ったら結構皆さんそちらをお求めになられて、聖地にサウジに巡礼して、そのお土産に現地の人、イスラム教の方がよく買ったりするようなものですので、その辺もですね、現地で見比べていただいて、お土産選びもお楽しみいただければと思います。はい。それでは残りが20分切ってきましたので、ここから最後に、コースの紹介ということで移らせていただきます。一旦こちらで岡田さんには退席いただきますが、最後また少しご挨拶ということで登場いただきたいと思いますので、はい。一旦、はい。ありがとうございます。はい、それではここから最後にもう残り15分強になってきましたのでツアーのご紹介をさせていただきます。お配りしておりますこちらのカラー色の、カラーのですねパンフレットをお手元にご用意をいただければ幸いです。はい、まずはじめにですね本日ご紹介させていただくのはこちらの2つのプランになります。サウジアラビアとヨルダンの9日間このパンフレットの上のコースですね、そして下のサウジアラビアとスリランカの8日間の2つです。こちらにも記載がありますが両コース燃油サーチャージ込みのツアーになっております。ご安心ください。ご紹介の前にですね、一つ先にお伝えしておきたいのが、サウジアラビアですね、ご旅行代金が非常に高い国になっております。こちらはですね、隠しても仕方がないことなので、事実としてお伝えさせていただきますと、よく比較されるような、エジプトやトルコ、ドバイなどに比べまして、サウジアラビア非常に現地のお値段、ホテルなど、バス、すべて高い国になっております。2019年に観光ビザが解禁されて、今世界中から観光客が訪れてますが、そちらには近隣の産油国、裕福な国の人たちも多数含まれておりますので、需要と供給でですね、需要が上回ってしまっておりまして、高い止まりしているという状況がずっとあります。とまた今このいろんな時代でですね SDGs とかもありますけれどもマスツーリズム対策っていうんですかね日本とかでも京都に観光客がたくさん来てしまって大変渋滞化みたいなそういうのもあるのでその辺もですねホテルの数を絞って人数制限とかをしているのでその代わりお値段が高いみたいな部分がサウジの都市によってはあります。でそのため旅行代金が高いっていうのが一つどうしても事実としてございます。で弊社では昨年ですね、10日間のプランサウジアラビアのみというツアーを発売していたんですが、こちらがだいたい燃油サーチャージ別で90万円ぐらいで燃油サーチャージも10万円ぐらい当時かかりましたのでもうほぼ100万円にエコノミークラスでなるというプランになっておりまして、まあ、皆さんからですねちょっとこれだとっていうところのお声を多数いただいてまいりました。
まあ、そのため本日ご紹介させていただくコースは、まず不確定な燃油サーチャージは込みのプランでご案内をさせていただくという部分と、それからですね、サウジは正直物価が高いので、ハイライトをこう取り入れて、で、その代わり近くのですね、コストが抑えられる国を一緒に訪れていただくことで、よりサウジアラビアに皆さんがアクセスしていただきやすいように、ちょっと工夫をさせていただいたというような事情が、まあ、内々のことではありますけれども、ございます。では、まず初めのプランですね。こちらが、パンフレットの上のコースですね。右上にコース番号が Y8809 と表示されてあります。弊社のですね、コース番号は5桁になりまして、最初にアルファベットの Y、その後数字4桁が記載してあります。で、こちらはサウジアラビアペトラ遺跡視界9日間プランになっております。ポイントとしてはですね、左側の、世界遺産マダインサーレハ、こちらサウジアラビア、それから写真の右側の世界遺産ペトラ遺跡、で、お隣の国です。ヨルダンの世界遺産に一度に訪れるというプランになっております。私どもクラブツーリズムでは、今までヨルダンはイスラエルと一緒に訪れるというプランもたくさんあったんですけれども、皆さんご存知のように、まあ、情勢の影響等もありまして、イスラエルツアーの出発は控えさせていただいております。そのためですね、ヨルダンの世界遺産と一緒にサウジアラビア、こちらイスラム教の聖地のある国を訪れていただきたいということで、新たにですね、発表をさせていただいたプランになっております。で、航空会社もですね、カタール航空を選定しておりまして、まあ、カタール航空ですね、空の5つ星航空会社ということで、スカイトラックス社に認定されているんですけれども、燃油サーチャージがもともと不要な航空会社になっておりますので、そちらを選定し、またですね、カタール航空は、ちょっとこちらのパンフレットの地図でご覧いただくとわかるんですけれども、アルウラという、この写真のですね、マダインサーレハのある都市、ここにカタールのドーハから行くことができます。ダイレクトに入れるというのがポイントになっておりまして、サウジアラビアではですね、リヤド、ジェッタという、先ほど岡田さんから東京、大阪、紹介がありました、大きな都市に就航している航空会社が多いんですが、カタール航空は、このアルーラという北にあるですね、都市に直接ドーハからの1回の乗り継ぎで入れるので、効率いい行程ができるというのがポイントになっております。では、具体的にですね、どのような観光地をお楽しみいただけるのかということなんですけれども、まずはご紹介がありましたマダインサーレハ遺跡です。で、こちらはですね、私ども過去に何人も添乗員も社員も下見や添乗で現地を訪れておりますが、やっぱりサウジに行ったらマダインサーレハ見てほしいよねという一番のメインどころの観光スポットになっております。ただですね、ここが一番お値段が高い観光都市になっておりますので、私たちですね、他の旅行会社の社員の方とお話とかをする中で、もうとにかくサウジアラビアのツアー、マダインサーレ入れると高くなっちゃう、お宅の会社どうしてますかみたいな会話がですね、日常的にあるぐらい、マスツーリズム対策をしていて、空いてはいるんですけれども、高い観光地になっております。ただ、今回ですね、いろいろ現地と交渉を加え、なんとか新しいプランにこのマダインサーレハを入れようということで、プログラムを組ませていただいております。ちょっとですね、アングルを変えると、このような形でご覧いただけたり、一回ですね、こんなに大きい観光地なんですけれども、バス1台ぐらいしか1回にこう巡回バスで来ないので、まあ、3、40人とか、それぐらいが一度に見学するだけということで、ここの前にわさわさ人がいるというような感じでもなくて、写真も撮りやすいんです。ただその分ホテルとかが全然ない都市になっております。このような形ですね。広大なところに遺跡があります。で、他にもですね、このマダインサーレハ遺跡、世界遺産なんですけれども、いくつかこう岩がありまして、実際にですね、中に入ることができるというところもほんの一部ですけれどもございます。そしてこのアルーラですね、見どころが多いということで、そのいくつかご紹介いたします。まずこちらがエレファントロックです。こちらもですね、まあ、なかなか写真じゃ伝わらないんですけれども、この人間との対比で大きさも感じていただけると思いますし、それからですね、この下のところに穴が開いてて、
そこにですね、こう、なんていうんですかね、おしゃれなベンチみたいなのがこう円形に作られていて、そこで皆さん座ってお茶を飲んだりしながら、そしてですね、遠くからサウジアラビアの音楽が聞こえてくるみたいな幻想的な雰囲気で楽しめる観光地になってまして、この写真からもわかるようにですね、わさわさ人がたくさんいて、そこでなんかおしくらまんじゅうしながら写真を撮るというよりかは、ゆったりと、この円形のところに来た人はみんな余裕を持って座れるぐらいの人数に都市自体がもう制限されていて、そこでこの田舎のですね、砂漠のエリアの雰囲気を楽しむような観光地になっております。そしてこちらが先ほども紹介ございましたマラヤコンサートホールになります。砂漠の中に突如ですね、このような鏡張りの四角い建物ができておりまして、中はコンサート会場、普通の劇場になっております。このようなですね、別の、これも人間と比べていただくと建物が非常に大きいということがお分かりいただけると思うんですけれども、こういう自然もありつつ、アートもありつつというような形の都市がアルーラです。それからもう一つですね、ホテルもアルーラはこのような、砂漠リゾートのようなところが多くなっておりまして、こちらのツアーでお泊まりいただくのもこのようなホテルになっております。実際にですね、添乗員とかもよく私に写真を今日こんな感じだったみたいに送ってくるんですけれども、夜ですね、この中庭とかでバーベキューのディナーとかお楽しみいただけるようになっておりまして、まさにもう何とも言えないんですけど、アメリカのグランドキャニオンじゃないですけれども、そういう自然の中に泊まっている。でも、お部屋はちゃんとシャワーもありますし、冷暖房も完備されている施設ということで、グランピングとここには記載させていただいておりますけれども、そのような雰囲気を楽しめる、ところになっております。ただ、ホテルがこういった施設しかありませんで、何でしょう、日本で大型のビジネスホテルみたいな、そういうのは一切ないんですね。そのため、ホテルの部屋も少ししか限られておりますので、ホテル代もとっても高くて、そしてツアーもですね、すぐにお部屋が埋まると、それで受付終了となってしまうのがアルーラの事情ではあるんですけれども、どうしても皆さんにご覧いただきたいっていう私たちの思いからですね、この上のコースにはこちらのマダインサーレハを組み込みさせていただいております。それからですね、メディナですね、こちらは預言者のモスクの下車観光がございます。まずですね、サウジアラビアでモスクは入場できますかというお問い合わせをたまにいただきますが、原則はできません。どの観光地のモスクもイスラム教徒用になっておりますので、観光地で観光客に開放されている箇所、ほんのわずかあるんですけれども、原則は入れないということでお考えいただきたいと思います。で、この預言者のモスクというのがサウジアラビアに2つある聖地、メッカとメディナのうちの一つの場所になるんですけれども、もうここはですね、やっぱり先ほど岡田さんもおっしゃってましたが、言葉では言い表せない聖地の空気というのがあります。で、観光してると、サウジアラビア1日5回お祈りの時間がありますので、アザーンが流れてくるんですね。で、そうすると街の至るところからドワーッとこう白い頭部を着た人、アバヤを着た、世界中から来たですね、イスラム教徒の人が、この真ん中になだれ込んでいく、そのような景色を、風景をご覧いただくとですね、ああ、イスラム教の聖地に来たんだなということを感じられるような都市になっておりますので、建物の中には入ることはできないんですけれども、この街に入るということだ自体も2022年から可能になったという先ほどの説明でありましたので、ここもですね、今おすすめの観光地です。で、皆さんからですね、よく、もっと後でいいかなというふうに言われる方もいらっしゃるんですけれども、サウジアラビアビジョン2030を作っておりますので、今後ですね、観光地化が進んでしまって、どんどん観光客が増えていくので、この今の聖地ならではの雰囲気っていうのは、今後薄れていくのかなっていうところがあるので、結構お客様もですね、早いうちに来たかったっていう声をいただいております。で、実際2030年には、リヤドで万博の開催がすでに決定しておりまして、それから2034年のサッカーのワールドカップに今立候補しているのはサウジアラビアしかないという報道が出ておりますので、おそらくそういう国際イベントも今後増えていって、観光客がどんどん増えていくところかなと思います。
そしてもう一つですね、このツアーで訪れるのが、サウジアラビアのジェッダです。こちらも世界遺産ですね、旧市街をご覧いただきます。それからこのキングファファドの噴水ですね。じゃあちょっと天気が悪いとご覧いただけません。それからユニークな水の上に浮かぶモスク、フローティングモスクですね。こちらもジェッダの観光地になっております。さあ、少しヨルダンのご紹介もしましたので、ここで触れさせていただきます。すでにですね、ピトラ遺跡行かれたことがあるという方いらっしゃると思うんですが、私も何度も行っておりますけれども、まあ、1回ではなくですね、2回、3回と言っていただいても感動できる観光地なのではないかなと思います。実際にですね、初めてという方もいらっしゃると思うんでご紹介しますと、このようなですね、岩の間、人間との対比でスケールがお分かりいただけると思います。歩いていくとですね、絶景がご覧いただけるんですけれども、このツアーでは1日、丸々朝から夕方まで終日観光にしてますので、遺跡の中にですね、さらに先にこの左側の写真のような、エドディル修道院というところまでアクセスできる道があるんですけど、そこも行くことができます。で、途中ですね、このような絶景をご覧いただきながら、右側の写真は弊社の社員なんですけれども、このような形でツアーで皆様をご案内させていただいております。また、ヨルダンにはですね、この死海ですね、がありますね。こちらも、ぷかぷかとですね、体が浮かぶ不思議なところと言われておりますけれども、こちらも、ご案内をしております。で、死海はですね、一年中、日本の冬でも、冬の時期でも、泳げるようになっておりますので、まあ、水着を持ってきていただいて、で、イメージ的にはですね、日本の海の家のような形で、更衣室とかもありますので、そちらで着替えていただいて、浮かんでシャワーを浴びてみたいな形で、特別困ることはないかなと思います。このような形でヨルダンも楽しみいただけます。さあ、そしてもう一つのコースですね。下の方のプランになります。で、こちらがサウジアラビアとスリランカを訪れるコースです。出発日は5月から9月っていう形になりまして、10月以降はちょっと現在発売が航空便の事情などもありまして、未定となっております。こちらはですね、マダインサーレ、世界遺産のあるアルーラは行かないんですが、リヤドの観光が含まれておりまして、このような栓抜きタワーと言われる観光地ですね、入場して上に登っていただくことができます。また、リヤドの国立博物館ですね、このような観光地も、博物館の方もご覧いただくことができます。それから、リヤドにはですね、世界遺産のディライヤのトライフ地区と呼ばれる世界遺産もございます。そこから先はですね、先ほどのコースと同じで、聖地メディナ、それからジェッタですね、世界遺産ですね。このようなお家の街並みをご覧いただきます。木組みの窓の枠がですね、ユニークな街です。それから、キングファハドの噴水にフローティングモスクということで、この辺りのジェッタの観光は同じになっております。今ですね、二つのコースをご紹介させていただいたんですが、皆様にお配りしたこの最高状況のご案内ということで、出発日程を記載させていただいております。で、まず上の方はですね、カタール航空を利用する9日間の、サウジアラビアとヨルダンですね、ペトラ遺跡を含むツアーになっておりまして、団体ツアーなので、人数がお集まりになるならないと出発がしないということになるんですけれども、今出発決まっているのが7月20日、8月31日、それから10月26日になります。で、10月26日はですね、まだ半年前なんですけども、残り5席ということで、結構予約が早いんです、サウジアラビア。なので、もしご検討の方いらっしゃったら、早めにお願いします。で、これごめんなさい。おととい時点の情報なので、ちょっと残り5席ももしかしたら減ってる可能性がありますので、そちらはご了承ください。で、それから11月以降のシーズンに関しても、本日新発表ということで、今日この会場で、パンフレットにはまだこれ出たことがありません。11月9日から12月15日まで掲載をさせていただいております。2月15日以降はないのかというところなんですが、ございません。なぜかというとですね、ラマダン、イスラム教のですね、宗教の事情で、来年2月15日以降はちょっとツアーを組めない予定になっておりますので、
2月下中下旬から3月まではもうないとお考えいただければと思います。こちらを発表させていただきました。そして下のプランの方は、先ほどご案内の通り9月まで募集しておりますが、5月9日がですね、申し訳ございません、キャンセル待ちに今なっておりまして、7月11日以降はちょっとまだ最高を見て予約人数4名、1名、3名様ということで予約になっておりますので、ちょっと人数がお集まりにならないとというところになっております。では、お時間も残りわずかですので、最後にですね、抽選会のご案内させていただきます。今日すでにツアーをご予約済みの方、それから新規でご予約の方、旅行券が当たる抽選会ですね、行っております。またこちらの会場で新規でご予約いただくと、折りたたみ式のトートバッグもお一人一つプレゼントしておりますので、よろしければご検討ください。では、岡田さんにですね、最後一言いただきたいと思いますので、前にお越しいただければと思います。ありがとうございます。私から手短に最後2点だけお伝えできたら嬉しいなと思います。まず1つがですね、本日皆さん、本当にこう食い入るようにお話を聞いてくださって、本当にサウジがオープンしてからここ数年、皆さんがサウジってどこにあるの？っていうところから、サウジの魅力をお伝えしてきた身としては、とっても嬉しい時間でした。ありがとうございました。そうですね、サウジ、ただ、興味持ってくださってる方は増えてはきたんですけれども、じゃあもう一歩踏み込んで、大切な時間とお金を使ってサウジに行こうって踏み込んでくださった方って、まだたくさんはいらっしゃらない状況なので、ぜひ、こう、今しか見られないサウジというのを、その景色を見られる喜びというのを、皆様と共有できたらすごく嬉しいなと思います。そしてもう一点がですね、今ツアーのご紹介などもいただきましたが、私、観光局の立場としてはもちろん中立の立場ではあるんですけれども、クラブチュリズムさんも本当にこう、すごくたくさん視察、現地も見てくださって、ツアーブラッシュアップしてくださったりですとか、すごくなんていうんですかね、ご経験豊富というか、すごくプロフェッショナルな旅行会社さんなので、皆さん身を任せてですね、サウジの体験というのを存分に満喫していただけたら嬉しいなと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では、説明会は以上をもちまして終了とさせていただきます。ご質問、ご相談ございましたら、お隣の会場で出口出た先でご案内いたしますので、どうぞご用意のできた方から後方の出口をご利用ください。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。